皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますあなたの心をわしづかみこのチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています最近短くない動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします7月9日地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です 調光水理委員会によると、今朝6時の時点で水位は160メートル08今月7日と比べると90センチ近くの上げとなっています。160メートル台に突入しましたが、上昇するペースは鈍化しつつあります。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。 昨日の昼3時の時点、上流の観測所の流入は毎秒1 6900立方メートルで、三峡ダムは毎秒2万4000立方メートル。引き算をすると、ダムの直近と南側の川で増水した分の合計は毎秒7100立方メートル。一昨日と比べ、上流の観測所はプラスの1800、三峡ダムはプラス3000です。放流がなかなか増やせない中、ダムへの流入量が増えているのが心配です。 一方、今朝6時の放流量は毎秒1万8000立方メートル58%程度の発電状況で19基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと思われます2日前と比べるとマイナスの400ですから少し絞っています中国の湖南省水門局発表の三峡ダムに関する情報を確認します 黒で示す放流量は今月5日あたりから変化があり徐々に放流量を増やしていたことがわかりますしかしながら現在はその量を絞っている状況緑のラインの流入量は徐々に減ってきてはいるものの依然として2万の大台ですから高い水準が続いています流入量と放流量がだいぶ近づいてきたためダムの水位はじわじわ上昇しています あちらの当局は、本来ならば水位を下げるはずでしたが、例の童貞湖の堤防決壊の件も影響してか、水位については予定通りとはなっていません。さすがにドバドバ放流し続けるわけにもいかず、一旦放流を絞っているため、水位が下がらないといったところでしょうか。あとで触れますが、超高水理委員会では、しばらくすると、流入量が毎秒3万5千立方メートル以上にまで増えると予測を立て,ているようなので、一波乱あるかもしれません。 ヨンチャンネルさて現在中国内陸部に位置する童貞湖の堤防が決壊したことが話題となっています5日の午後に堤防が切れてから3日以上が経過しましたが三峡ダムと下流地域の状況を確認します前回の動画では6日午後3時の流量データを見ました童貞湖から下流側では数値がかなり増えていましたが昨日の午後2時の時点のデータはこちら ご覧の通り下流のいずれの地域でもマイナスとなっておりピークを超えていることがわかります三峡ダムからの放流は本来もっと増やすはずでしたが横ばい状態さすがに同貞湖の状況を鑑みるとそれはできなかったようですただし下流の水は引きつつあるとはいえ緑で示す1ヶ月前のデータと比べると1.5倍から3倍近くとなっておりやばい状況であることに何ら変わりません 童貞湖の堤防決壊の件、場所が特定できましたので、衛星で確認してみます。あちらの管制メディアによると、該当場所は湖南省学用紙、歌謡県、蘭州というところ。7月5日のセンチネルの衛星画像はこちら。おそらく、決壊する直前に撮影されたものと思われます。兆候が曲がりくねっており、下のところに広がるのが同堤湖。もう少し拡大して、決壊したポイントは黄色の場所になります。 水色の線で囲われたところがほぼ全滅、横が3キロ、縦に至っては12キロほどあり、とんでもない地域が水に浸かったということになるようです。これだけの面積が水に浸かるほどの水圧が堤防にかかっていたわけですから、トラックを数台突っ込ませて、せき止めようとしても、柄の突っ張りにもならないということは明らかですね。衛星の軌道により、撮影できる日が決まっていますので、晴れていれば、数日後にはまたご紹介できるかと思います。 そして、この件に関して、視聴者さんから貴重な情報をいただいたのですが、2022年に85億元、日本円にすると約1700億円をかけて、童貞湖の堤防の強化工事を行ったそうです。当時の記事をいろいろ探っていると、こんな記事がありました。google 先生ででで日本語に訳すすすと次の通りです一部抜粋です近年 湖南省は洪水防止と防災を道帝湖地区建設の主要課題とし、道帝湖地区の主要な堤防の強化、貯水池の安全施設の建設などの重要課題の推進に重点を置いている。2022年、道帝湖地区の主要堤防強化プロジェクトの第一期工事が正式に開始され、道帝湖地区ほか6つの主要堤の全長 658km に及ぶ。当時のニュースも残っています。 それから2年が経過していますから、ある程度工事は進んでいたはずですが、今回の決壊。思い返すと、2022年と2023年は、水不足で洪水などはほとんど発生していませんでした。そして、今年の一連の大雨で、初めて迎える洪水になります。まさかとは思いますが、いざ、蓋を開けてみると、堤防は強度不足、おから工事でしたなんて、オチにはならないでしょうね。 湖の堤防決壊の件、住民が異変に気づき、事案が発生したのは7月5日の午後5時ごろということで、大騒ぎとなっているところですが、7月8日の午前の時点であっても、日本のマスコミは一切報道していませんでした。出てくるのは、新華社、レコードチャイナなど、あちらの関西メディアと、日本にあるその関連新聞社のニュースだけ。 通常ならば共同通信、時事通信あたりが速報を出し、a b e m a ースや t b s ニュースデ i グが中国の最新情報を映像付きで流すのが一般的な流れ。例の日中報道協定によりニュースを流さないよう指令が出ているんでしょうか YouTube を見ているとアメリカ、韓国、台湾など各国のメディアのチャンネルではきっちり流していることから事態の深刻さがわかります。 そして昨日の夕方5時を過ぎると、朝日新聞が上海発で、FNN プライムオンラインが夜7時に、このニュースを報道。ことが起こってから、丸3日経ってからの報道って、存在の意義すら問われかねない状況。ニュースは鮮度が命。こんなことだから、あちこちから馬鹿にされるんでしょうね、きっと。そして、さらに悪い知らせが出てきました。 昨日の朝8時に、調高水利委員会から今後の短期予想が臨時で出されています。三峡ダムの部分に注目すると、7月11日の木曜までにダムへの流入が毎秒3万5000立方メートルを超えると見ているようです。しかも水位は160メートルを超えたところで抑えたいという計画。そうなると、放流量は入ってくる量と同じくらい出さないと、水位の上昇を止めることはできません。 冒頭でいつもお伝えしている通り、発電放流の最大量は、毎秒3万千立方メートルがマックスですから、そうなると、中央の洪水調節用のゲートが3年ぶりに5回調となるかもしれません。そして、流入量が3万5000を超えると、兆江2024年第2号洪水の発令が出る可能性があります。 先ほど散々お伝えした通り、下流はまだまだ水の量が多い状況かつ、同定湖では堤防が決壊した手負いの状況ですから、一は乱あるかもと言ったのは、こういうことでした。このあと、雨の予想を見ていただきますが、上流だけでなく、下流でも長江の上をピンポイントで降るみたい。もう、お腹いっぱいですね。ウィィンデでで直近12時時間のの実績を見てみまます。こちらは、今朝6時までの様子。 前回は一旦小休止といったところでしたがまた雨雲が広がるようになりました先日山東省では竜巻が発生し人的被害が出たとのことでまた天気が荒れそうです上流の重慶市と四川盆地あたりでは怪しげな雲が出てきており最近当チャンネルで注目している場所ですと言い続けています西から東まで兆江の上には雲だらけで危険な香りしかしません 次に、今後の予想を見てみましょう。前線がまた南下する関係で、ダム周辺とその上流では雨となりそうです。今日の三峡ダムの天気は、最高気温が35度、最低気温が25度で、小雨の予報。長江の北側に長い雨雲が出てきて居座りそうです。あちらの当局が予想している通り、長江の上流、下流ともに荒れた天気になるんでしょう。 三峡ダムの運用は上流を取るのか下流を救うのかいずれにしても厳しい選択を迫られることになりそうです番組の途中ですがここで臨時ニュースです自民小泉進次郎氏中国による水産物禁輸措置を批判5倍濃度の処理水を流している産経新聞が伝えています 記事によると、自民党の小泉進次郎元環境省は6日、東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出を受け、日本の水産物輸入を全面的に停止している中国について、日本の海産物は食べないと言いながら、日本の海に来て、中国の漁師たちに漁業をやらせている。偽善であり、欺瞞と批判、自国の原発から日本と比べて5倍の濃度の処理水を流しているとも指摘しました。 以上、自民、小泉進次郎氏、中国による水産物禁輸措置を批判、についてお伝えしました。西やチャンネルです。今のニュースについて少しだけ、キッシーの人気が壊滅的で、次の目はないと言われ、自民党総裁選がいろいろと囁かれる中、久しぶりに小泉ジュニアが、なんかほざいているようです。 確かに、日本の周辺にまで漁船を越させて、あちらで水揚げしているわけですから、二枚舌、偽善というのも間違いはないかと。中国が主張している内容だと、日本への観光客もストップしないといけないはず。日本のお寿司を、美いしい美いしいと楽しみ、舌鼓しているんですからね。ただ、ジュニアが何か発言すると、自分のアピールとしか見られないところが、彼のポンコツぶりを表しています。クリステルさんよ、彼をもっと調教、いや、教育しろ、と言いたい今日この頃です。 日本の気象状況について確認します今朝6時までのレーダーの実績日本海側を中心に雨雲が見られます大陸から朝鮮半島を経由して雲の流れる様子もニュースを見ていると山陰から東北の日本海側で雨になるところが多いようですその他の地域は気温がかなり上がり最高気温が35度前後になるところもあるとのことでしっかり水分補給をしたいところです 三峡ダムにはいくつか役割がありますが、大きく次の3つが挙げられます。まずは洪水調節。大昔から中国では水を治める者は国を治めるとも言われ、水害や干ばつに苦しめられてきた歴史があります。三峡ダムのある長江は長さが6300キロ。ナイル川、アマゾン川に次いで世界第3位の長さ。その長江の中ほどに三峡ダムは建設されました。もちろん 洪水に対応すするためです次に水力発電ダム建設が始まったのは1993年から日本もかつてそうだったように経済成長著しい国では電力が必要になります今のように風力や太陽光といった再生可能エネルギーは当時はまだまだ当然水力発電による発電が役割に加わることになります 経済が発展するにつれ、内陸の重慶と超高流域との物流が重要視されるようになりました。ダム建設により水を貯めることで、上流の重慶の水位が上昇。これにより、1万トン級の大型船も、途中で荷物を積み換えることなく、内陸の重慶まで運ぶことが可能になりました。これら3つの他にも、冬場に不足しがちな水を下流に補給したり、ダムをコンテンツの一つとして、観光産業にも力を入れているようです。 しかしながら、メリットもあれば、デメリットもあります。砂がたまる問題、ゴミやひび割れ問題、気候変動や生態系への影響など、多くの負の遺産があるのも事実です。肛門は、英語でロックとも言われ、川や運河など、高低差のあるところで、船を通過させるための設備です。まずは位置関係。 センチネルの衛星写真で見ると、真ん中あたりにダム停滞があり、肛門はこの辺り。シップロックとシップリフトの2つの設備。画面を拡大します。最初に、シップロックについて。2本のルートが用意されており、5段式のプールで船を上げ下ろしします。画面上が北なので、三峡北線肛門と呼ばれ、画面下の方は、三峡南線肛門になるようです。SNS の映像で見ると、このような感じで、なかなか壮観です。 高低差は115メートルとなり1万トン級の大型船舶も通過することが可能上下2本で運用されますが上りと下りの船のバランスを保つために両方とも上りあるいは下りといった運用もされるようです三峡ダムのまとめ動画をアップしていますたまに話題になるけど三峡ダムって何一体何が危険なのなど初見の方にもわかりやすい内容となっています概要欄にリンクを載せていますのでぜひ一度ご覧ください 初めてこのチャンネルにアクセスしていただくパターンとしてはおすすめや YouTube 検索経由での視聴が多くなっています例えば三峡ダム最新とか三峡ダム洪水といった検索ワードでヒットして動画を見ていただいた方もいらっしゃるかもしれませんチャンネル運営者はこういった統計情報を見ることができます こちらはある動画の検索キーワードの一覧であり不思議なことに大谷選手に関するキーワードを検索したときに本チャンネルの動画を視聴したという結果が出ています大谷選手に興味のある人が本チャンネルにも来ていただいているということなのかもしれませんもし各動画の設定で大谷選手に関するワードを無理やり設定したら検索結果に引っかかることもあるのですが当然ながら関係ないキーワードは設定していません 理由は YouTube の AI にスパムと見なされるからです結果的に幅広い層に見ていただいているのでそれはそれでありがたいことですもちろん大谷選手の活躍はいつも楽しみにしていますここまでご視聴いただきありがとうございますこの動画が良かったと思われましたらグッドボタンをああもう一つやなと思われましたらバッドボタンをお願いします YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、ひと手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。